ロー呂線、首里大阪南港近海優先株式会社は、日本の海運会社、貨物専用フェリーなどを運行している。日本優先の完全子会社である。本港では、前身の近海優先時代より一括して記述する。1923年4月、日本優先の近海内港部門を分離して、近海優先を設立。後、 第二次世界大戦前後に日本郵船との合併や新会社の設立を繰り返した後、近海優先が設立され営業を行ってきたが、2003年に定期航路事業などを新たに設立した近海優先物流に営業場と下に変更されている。北海道から沖縄まで日本国内で比較的長距離の航路を開設し、それぞれ路、路線を運航している。 なお、過去には、近海優先が、豪華な客客フェリーサブリナ、ブルーゼファーの2隻を、東京港区白港間に運行していた。日本の豪華フェリーの先駆けとなる船で、グッドデザイン賞を受賞した。1972年よりフェリーを使用した頃、運行していたが、1999年11月で、旅客営業を廃止した。船体の塗装は、ロー。 老船については、オレンジ色に白線ラインが入り、船体側面中央には白地で、近海優先と書かれたデザインである。また、2015年からの新造船では、側面のロゴが KY、KYK ラインとなっている。ただし、専用船については、塗装が異なる他、船体側面に、荷主企業のロゴマークが大きく書かれている。 駿河信仰に停泊中の日高吉野丸朝日丸以下の作品に東京釧路航路のカーフェリーが登場した。ありがとうございます。